はい、おはようございます。本日2日目の作業ということで早速始めようと思います。で、昨日ですね、加工した柱をここにね、仮で取り付けてみました。上の方のプラ塚はこんな感じでですね、天井の方に密着されていて、ここ揺らしてもこうかっちり安定してます。で、このですね、柱の下の方はダイソーに売ってるですね、このフェルト傷防止でつけてます。結構安定してますよね。上の方はですね、こんな感じで回せばギュッと固定できるんですけど、うちの天井はですね、おそらくここにノブジと言ってですね、40角の木材が入ってるんですよね。で、こんな感じで突っ張っても大丈夫なんですけど、突っ張る場所によってはですね、下地がいなかったらプラスターボードが穴が開いたりする可能性があるので、まあそこら辺は注意が必要です。はい、じゃあそれではですね、こっちの棚なんかを片付けながら柱をね、ちょっと立ててみようと思います。柱を立てた後はですね、棚の加工をして組み立てていこうと思います。下にこれを取り付けます。こんな感じで、ペタッといきなりですけど、こんな感じで組み付けました。どうでしょうか。横から見るとこんな感じなんですけど、ここをですね、15ミリ切り替えて、ここに板を乗せるような感じでやっていこうと思います。で、ここの柱もですね、柱の方も5ミリ替えで、今これをですね、こっちの方をちょっと差し込むような感じで、まあ重みがね、多少かかっても、まあ大丈夫だと思います。で、あとこのですね、受けの3ギなんですけど、は一尺ピッチで303ずつ入ってます。まあ、あとは板を張って、ここの上もですね、板張りで仕上げていきます。で、一番下のところは、ここはですね、ちょっと板がなくて、そこの方にですね、OSB 材の、余りがあったんで、そっちの方を張ろうと思います。ただいまの時刻ですね、午後3時になるんですけど、まあ、ある程度ですね、作業が進んだんで、また見ていこうと思います。はい、とりあえずですね、下段と中段と上段とあって、まあ、あと残すところですね、上段が少しとなってます。ここの端の方を、まあ、ちっちゃいのを切れば終わりですね。こっちとこっちの方ですね。で、下の方は OSB 材の歯切れを使って、まあ、貼りました。まあ、結構ね、いい感じですね。で、上の方はですね、杉の板材、まあ、ラス板ですかね。15ミリの100ですね。15の100の板を、6枚ぐらいですね。1、2、3、4、5、6。うん、6枚貼りました。まあ、見た感じ、結構いいですね。まあ、自分でしたからちょっと自己評価高めなんですけど、ポータブル電源をちょっと置いてアウトドア感を出してみたんですけど、まあ、アウトドア感は出ないですね。ポータブル電源とランタンを置くとちょっと出るかな、アウトドア感が。やっぱり木といいですね。木材とランタンとかこういうのがですね。で、下の方はですね、無印で買ったポリプロピレンを入るように高さの方調整してまして、で、ここの中段はですね、僕の焚き火セットですね、を置くような感じで作りました。まあ基本下段はですね、テントとか、あと、まあできればね、下は湿気が来やすいので、こういう箱なんかをね、置いたりして、上の方に、まあこう、ちょっと重ためのテントを置いたりしてですね、
で、ここの一番上はセラフとか、あと、まあ、使用頻度の低いものですね。なんかを収納できたらいいなと思ってます。で、ここの中段はですね、また後から、作るんですけど、無印良品でですね、なんかボックスを買って、それに合わせてこう作るような感じですね。まあ、どのぐらいの高さにするかはちょっと嫁さんと話し合いながら決めていこうと思います。はい、ということでですね、今日はちょっと早めなんですけど、まあ、この後用事があるということで、切り上げたいと思います。では。おはようございます。おはようございます。今日はですね、DIY 作業3日目ということで、本日から嫁さん参戦で、はい、まあ、あと板を4枚ぐらい貼ったら終わりなんですけど、うん、仕上げていこうと思います。はい、で、その前に、まあ、今日はね、上の、まあ、ここだけなんですけど、なんですけど、うん、上を仕上げて、うん、まあ、上の、天板だけね、うん、も仕上げて、うん、長いのは切ってあります、うん。あと横の短いのをちょっと切るだけなんで、はい、そっちの方を終わらして、うんうん、無印良品にですね、うん、ちょっと棚を見に行って、うん、まあ、どういう風にするかっていうのを考えながら、なんか良さげなのを買ってこようと思います。はい、まあ、仮置きでキャンプ用品置いたんですけど、うん、まあ、結構いい感じでしたね。うん、ちょっとまあ見た感じ、うん、奥行きがちょっと取りすぎたかなと思ったけど、うん、奥行き600あるからね、うん、結構圧迫してた、うん、部屋全体を見た時におーっていう感じだったけど、うん、まあ置いてみたらね、そう、結構いい感じだったから、うん、まあ、あとはレイアウトだね、そう、どういう風にしていくか、うんうん、まあ、ということでね、はい、ちょっとまあ行き当たりばったりで進めていきましょう、うん、はい、はい、私も切りたい。え、マジ？でもちょっと危ないよ。やってみよう。危ない。いや、いっかな、じゃあ。うん。なんで切りたいってなったの？明らかに怪我しそうって思ったんでしょ、もう。うん。ね。いつもやってみるって言うけど、今回、うんって、もう、すんなりと。いや、これね、うん、バランスがさ、うん、あるんだけど、この刃ここじゃん、うん、で持ってるのここでしょ、うん、なんかこう押す力とここの力がこうなったりして、ガンってこう噛んでから戻ってきたりするわけ。ああ、そうなんだ、うん、で普通のこの間まで使ったこのスライドがあって、うん、あれはこう戻ってくるっていうのはほとんどないんだけどさ、うん、ここにこの当てがあったでしょ、うんうんうん、カツンって当ててからこう切ったじゃん、うん、だから絶対直角に切れるんだけどさ、これはもうこっちが動くか、こっちが動いたらもうキュッてなってからバンって戻ってくるから危ない、うん、あ、そうなんだ、うん、練習が必要だね、じゃあね、うん、しかも丸のこの傷口ってこれで怪我したらさ、うん、カッターでピッて切ったらさ、うん、肉がこう開くような感じじゃん、うんうん、じゃなくてこれって肉刃がさ、うん、こっち向きとこっち向きと交互に削るわけ、うん、なんかこんぐらいの2ミリぐらいの溝ができるからね、本当にぐちゃぐちゃになるんだって。怖いね、危ないね、怖いよ。よし、じゃあもうこれで終わり、あとペーパーかけて、うん、ビスで留めるだけ、うん、はい、じゃあ頑張ってきて、頑張って。とりあえず仮止め終わりました。はい、下から見た感じどう？下から見た感じ、うん、なさそうだよね。いい感じ、うん、いい感じじゃん。いいね、いい、いい。よっしゃ、じゃあもういいかな。はい、完成？完成。はい、はい、とりあえず仮終わりました。はい、まあ、嫁様先からハイスケってだってもう最初から携わってないからさ、まあ、今日の作業はもう板を5枚切っただけ、うん、で、上の方が、うん、とりあえず切り終わったんですけど、うん、僕の方がちょっと足りなかったんですよね、うんうん、まあ、だけどもういいかなと思って、うん、材料ももったいないし、うん、自分家だし、はい、はい、ちょっとだけ隙間が見えてるんですけど、ここになんかね、引っ掛けたりするかもしれないから、うん、っていう理由で開けときます、うん、はい、は
はい、ということでですね、うん、で今からムジルヌ、ムジルヌの はい、言って、はい、ということで、はい、今からもうすぐ噛んでるよ、ダメだよまあ無印に行ってっていうか、まあとりあえず一回ちょっと並べてみようか、じゃあ、うん、そうだね、うん、うん、で何がそれからだよね、そうそう、じゃあとりあえず一旦ちょっとキャンプ用品を並べてみて、はい、まあ何が必要かっていうのをちょっと出していきましょうか、うん、はい、はい、はい、出来上がりました、どうですか、いい感じですね、いい感じだけどちょっと物足りないかな、その真ん中の部分がさ、うん、後ろに、まあさっき話をしてたんだけど、板を張った方がいいかもねっていう話をしてたのね、まあ全体的に後ろが白壁だとなんかパッとしない、アウトドア感がないかなっていう、キャンプ用品もまだ揃ってないしね、そんなに、うん、でも結構揃ったよ、揃ったけどめっちゃ揃ったと思う、なんだろう、こうキャンプ用品を見せる方法が難しい、うん、難しいね、うん、ディスプレイが、まあさ、こことかさ、うん、実際さ全部置いてるじゃん、うん、ここにじゃなくてさ、ちょっとこう段差のあるものっていうかさ、うん、高さのあるものの上に置くとか、うん、するのかな、よくわかんないな、まあでも全体的にはこんな感じでいい感じにできたよね、うん、で、まあ下の方にこういうポリプロピレンを収納するところを作ってて、で下から2段目がテントだったり、なんだっけ、テント、タープ、タープ、これ、これがワンティグリス、でこれはシェラフ、そうそうそう、ベアーズロック、ベアーズロック、うん、うん、ベアーズロックのシェラフ、これ上に入んなかったの、うん、でもまあよく使うからね、ここら辺はね、うん、でギリアと、うん、これが5人用のインナーテント、うん、でこれはもう使わないから袋から出してる、うん、うん、でまあ真ん中はもうほんとディスプレイとして最初から作る予定で作ってるので、まあ、こういうランタンとか、うん、でね、ここほら、ここちょっと注目、あのこれ水道配管を止めるやつなんですけど、それにあのアイアンハンガーを作ったこの鉄筋棒ね、うん、これを通して固定してます、うん、これ1個30円だったっけ、42円だったかな、42円、うん、42円だったと思う、42円でちょっと武骨な感じでかっこよくできるよね、そうそう、うん、でこの間 の, あのポストジェネラル の, あのこのね LED シーリングじゃなくて、うん、まあ、こいつをね、うん、ちょっと電気をつけてみたんですけど、うん、なんかいい感じ、そう、いい感じだ、で、まあ、いろいろね、ぶら下げられるものは全部ぶら下げたの、とりあえずで、使えなくなったあの黒のランタンも、うん、取っとけばよかったねって言ってね、そうそう、こういうディスプレイ用を作る予定じゃなかったから、うん、もう外に出してちょっと錆びちゃってるからね、そうそう、真ん中には持ってこれないけど、あ、どうも、で、一番上の棚が、あ、まだこの大注目の写真があるよ、もういいって、それはいい、別になんでそれがあるのっていう話よ嫁さんが二十歳の時のポラロイド写真まあどうでもいい、うん、このテーブルは毎回使う、うん、タグテーブルとポール、うん、こいつがポールね、うん、ポールで、こっちがグルームーン、これも、あの、なんか、ふかふかのやつ。膝掛けのやつ、ね。膝掛け。で、これも、あの、僕が使ってるシェラフ。うん、で、これがスームルームのマット。うん、で、これが、ワックのコット。ああ、だね。まあ、でも、こうやって、私でも手が普通に届くぐらいの高さで、うん、こんな感じで、出し入れは、この状態で普通にできるぐらいの高さ。高さが2500ぐらいかな、うん、でもほんと結構奥行きがあるから、まあポリプロピレンに合わせたっていう感じでしょ、奥行きは2050、いや奥行きはね、まあポリプロピレンもだけど、このギリアが入るようにしたかったの、あギリアとかこういうの大体60ぐらいだから、60センチぐらいだからさ、うん、これなんかも、うん、
最初横に置こうって言ってたんだけど、うん、結局横に置いてしまうと、まあ、収納する場所が限られるってことで、そう、やっぱり縦に収納した方がこれからまだまだ増えると思うから、横にしたらこんだけ場所を取るでしょ、うん、1個で1つにつきね、そうそうそう、だよね、となるとちょっともったいないですね、うん、だから奥行きを60センチ取ってます。はい、で今からここで動画撮影とかああいう商品レビューとかはこの前でしようかなと思ってるので、だからとりあえずはまだあの板をまず貼ることかな、板か、まあ、布かちょっとなんか考えたいね。布？布どうなの？布ってどうなの？ちょっとまあいろいろ見て、うん、いろんな人のそうだ、ね、参考にして、うん、ちょっとずつねいい感じに仕上げていこうと思いますが、うん、一旦はこれで仕上がってます、うん、そうそう、これで暫定の、はい、ね、3日間使って出来上がりました。Yesterday I lost a battle. Trying at all costs to keep you, babe. この動画が良かったらいいねとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた、それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。 I lost you, babe. I said goodbye with tears inside, calling out your name as you shut the door behind.